耳コピーできるようみな from English 皆さんこんにちは。イングリッシュブートキャンプの Yumi です。えー、今日はですね、耳コピーができるようになると、英語の上達が早い、英語学習が楽になりますよというお話をしたいと思います。でそのの前に私の プロフィール、こんな感じになっておりまーす。英語業界長いです。メインはですね、発音矯正ですね。発音コーチっていうのを長年やってきております。で、発音本ね、出しております。後ろにありますね。えー、あれが私の発音本ですね。えー、それからこの発音本以外にも、動画コース、動画視聴コースですね。オンライン講座っていったものもやっておりますので、そちらの方の詳細は下の概要欄に載せておりますので、興味のある方はね、ぜひチェックしていただければと思います。でですね、 今日のの本題ですねこの耳コピー、ね、耳コピーっていう言葉自体は皆さんもご存知かなと思うんですけど耳で聞いてそのままコピーするってことですよねだから意味がわかんなくてもとりあえず聞いたままそのままこうオウム返しのように復唱できるっていうのはこれは耳コピーですものまねとかね得意な人はこの耳コピーがうまいんですよねあとはその伝言ゲームとかあるでしょ一番あの列の一番最初の人がなんかこう文章を 暗記しで、その人聞いて、また次の人に伝える。で、最後の方に行くと、なんか全然違う文章になってるみたいな。<laughs> ね、ありますよね、伝言ゲームね。で、こういうのもやっぱり耳で聞いて、そのままコピーしていくうちに、だんだんなんか違う言葉に変換されていったりするんですよね。なので、最後まで正確に伝わるかどうかっていうのを競い合うゲームっていうね、これもやっぱり耳で聞いてコピーすることの難しさから、 こういうういいゲームがでできたんんじゃないかなかって思うんですよね紙を見て暗記するんだったら多分誰でもできると思うんですよ。ね。難しいあの難しい内容じゃない限りね。でもやっぱ音ってそれだけあの人間は大変なんですね。で目から入ってくる情報の方が耳から入ってくる情報よりもやっぱり優先されるんですよ。なので字幕とかがあると字幕しか見てないんですよね人ってね。なのでなるだけ字幕を見ない実際に言ってる言葉 音を聞くっていう訓練を日本語でもねやるといいかなと思います。特に今すごくテレビを見てる方はバラエティでも何でもね大体いい字幕みたいなテロップが出ちゃうのでテロップを見ないようにするっていうのをねやってみると耳コピー力がね鍛えられます。で耳コピーできるようになるとやっぱりねその外国語英語ね、えー、やっててすごく得するんですよ。例えば難しい言葉とか知らない言葉が 出てきたとしても、音をコピーできれば、そのままオウム返しすることができるんですね。で、私が一番それを実感したっていうのがですね。二十歳ぐらいの時ですね。もう二十年前ですけれども、ちょうど初めてアメリカで。 ホームステイした時のことなんですよ。で、ホームステイしてきた時に、何の話をしていたのかはも思い出せないんですけれど、話題が何だったかは思い出せないんですけど、その時の会話だけはね、そのシーンだけは未だにね、はっきり覚えてるんですよ。それほど私にとって結構ね、こう重要な瞬間だったんですね。で、その喋ってた内容っていうのが、There were some shenanigans going on there みたいな感じのことを言ったんですよ。で、ホストファミリーの 多分お父さんかなお,お父さんかお母さんかが言ったんですね。There were some shenanigans going on there っていうふうに。で、私はこの shenanigans っていうのが何のことかわかんなかったんです。shenanigans が行われてるみたいなねことを言ったんですよね。post father がね。shenanigans ってなんだろうと思ったんですよ。なので、そのまま、what is shenanigans? って聞き返したんですよ。そしたら、fraud って返ってきたんです。 で、私その時、フロードって言葉も知らなかったんですね。なので、What is fraud? って <laughs> 聞き返したんです。そのまま耳でコピーして。そしたら、cheat とか trick とかね、scam っていう言葉が返ってきたんですよ。で、cheat、trick って言われて、こうペテンとかこう、詐欺とか騙すとか、そういうことなんだなというのはようやくわかったんですよね。なので、シュネ n ゲンズとか fraud っていうのは割とこう固い言葉なんですよ。 うん。なので、私知らなかったんですけど、でも、音が聞き取れれば、ワデスなんとかっていうふうに、返しで、何々って何ですかって、聞き返せばいいので、そしたら、あ、この子は、この単語知らないんだな、難しい言葉だから知らないのかなって思って、簡単な言い回しでもう一回説明してくれます。ね、で、フラードって言っても私がわかんなかったから、あ、フラードでもダメなんだ、みたいな。で、cheat とか trick とか。 もう、チートとかトリックとかって言われると、さすがにわかるじゃないですか。ね。っていう風に、優しい言葉で言い換えてくれる。で、そうやって英語でやりとりしたら、これね、忘れないんですよ。これって、脳に残るんですよね。例えば、なんか見てて、シュネレゲンスっていう言葉が出てきて、なんだろうと思って辞書で引いて、そこで詐欺とかペテンとかね、えー、出てきたとして、なるほどって思ってもね、覚えないんですよね。やっぱ忘れちゃうんですよ、すぐに。 でもこういう会話の中で出てきたやりとりってその前後のことはもうさすがに覚えてないですけど何のきっかけで何の話でそのシネネガンスという単語になったのかっていうのまでは思い出せないですけどそこでの会話のやりとりっていうのはねやっぱりすごい脳内に鮮明に残ってるんですねで自分自身その聞いてそのままオウム返しにした言葉がネイティブに通じたっていうのもやっぱ嬉しかったしすごい感動したんですよね うん、聞き返した時に通じたっていう。なので、これって子供が言葉を覚えていくプロセスと同じなんですよ。子供って大人のね、親が話してることとか覚えるでしょ親の口癖とかね。でも、何のことか意味はわからずに言ってるんですよね。ただ、ただ音だけ聞いて、耳でコピーして。たまにね、大人顔負けみたいなこと言うから、うわっ,ってびっくりするけど、言ってる本人はね、意味わかってないとかありますよね。それはやっぱり子供は、 こう音を完璧に拾うのでそのままオウム返ししてるだけなんですよね。ですよで外国語も同じでこう耳で拾っていくっていう訓練をすることで上達がね早くなりますしたとえその時には意味が分からなくても後で「あ他の人もこないだこれ言ってたな」とかっていうので何回か。 聞く機会があったりすると、あ、もしかしてこういう時に使うのかなって、だん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 、そのシチュエーションっていうかね、使われ方っていうのが分かっていくと、勝手に、こう、英語は英語のまま、日本語を返さずに、その単語を理解して覚えていくということができるようになってきます。で、これって、多読ですね。たくさん読むっていう多読ね。グレーディッドリーダーズとかを利用して、たくさんね、あの、小説とか本を読むことによって、 あの単語を覚えるってことももちろんできるんですね。うん。なので、多読ももちろん効果があるんですけれども、音を、音と同時に覚えていくっていうのは、やっぱりね、この耳コピーに勝るものはないので、やっぱり多読の場合はね、自分の好きなように読んでますからね。うん。発音が間違ってるかもしれない。間違ってても気づかずに読んでるってこともあると思うんですけど、こう、耳コピーの場合は絶対音から入るから、間違うってことはないんですよ。で、スペリングね、 綴りがその時わからなくてもいいです。わからなくても音さえ覚えてれば、スペリングってどうとでもなるので、今は、あの、適当に打つと候補が上がってきますからね。あの、スマホでも、あのこうパ、パソコンでもね、なんとなくこうかなっていうので、なんとかなっちゃったりするので、こう、りはね、もうぶっちゃけどうでもいいです。それよりも音を覚えて、え耳でコピーするっていう訓練をね、えー、してみてください。 で、こう結構大変なんですけどもね、あの、できるようになると、本当にあっという間に語学上達していくので、ぜひ頑張ってやってみてください。で、音のね、訓練大変ですけれども、歌を歌ったりとかね、英語の歌を歌ったりすることで、耳は少しでも良くなる、なるように鍛えられます。私ねお、なんか歌とか苦手だなとかね、音感ないからって思ってる人でも、ある程度鍛えることできるので、も、もともと持って生まれたね、音感っていうのはもちろんあります。運動神経とかと、 とか味覚とかとか同じで今までの人生でね培われたものっていうのがあるので個人差はあるんですけれどもでも今からでも全然遅くないので是非やってみてください。えー、以上 今日はこの耳コピーの大切さというかね、これがいかに有効な学習方法かというお話をしました。えー、今回の動画が面白かった役に立ったという方はぜひ、えー、高評価ボタンお願いします。で、SNS 等でね、拡散していただけると嬉しいです。で、またね、えいろいろとこう、感想とかね、下のコメント欄に書いていただけると励みになります。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!